皆さんこんにちは、モレノです。本日はセンチュリオンズベン・イェゼルについてレビューしていきます。プレイオートマンスが本日出ておりまして、作成コースが30万コインになります。現行のセンチュリオンズカードとほとんど同じカードになります。若干内部数値が変わりますが、使用感の違いっていうのは全くわからないと思いますので、まあ、今回はセンチュリオンズカードを代用してレビューしていきたいなと思います。このカードを一度僕レビューしてます。今作12月頃出た当初だったと思うのですが、レビューしてますが、まあおそらく3ヶ月経って使用感であったりゲームプレイが変わっている分、まあ、若干いろいろ外的要素も含めて変わってくるのかなと思い、再度レビューさせていただきます。その上30万という作成コストに対して見合うかというのも話していければなと考えております。でイェゼルに関しましては、もう皆さんご存知の通り逆足5でとにかくシュートがとてつもなく強い選手になります。身長170センチ、ハイミディアムはハイローワークレートの右利きのスキル4逆足5の選手になります。ポジションストライカーセンターフォワードになります。これはプレイオートマンスも同じくになります。で、能力見ていくと、まあやはりドリブル能力っていうのが秀でてる選手になっておりまして、でなおかつ決定力ですね。決定力が99、ハンターをつけることによっていきます。ここが、まあ、彼の2本柱だと思います。でドリブルに関しましては好き嫌いは分かれる選手ではあるので、まあ、ちょっとその特徴も後ほどお伝えしながらやっていけたらなと思います。で、基本的にケミストリーはハンター以外の選択肢は僕はないかなと思います。ドリブル値を上げる必要性もないですし、まあシュート能力とペースを上げるのが一番理にかなうのかなと思います。他の要素もかなり高い数値を持っているのでね。で、一応高精度アウトカーブ、本当にもうフィニッシャーとして欲しいトレートっていうのを持っております。今回使っていくチームこちらです。バペはもちろん、まあネイマールもそうですし、ケミストリー的には全く困ることはないのかなと思います。でどこで使っていくか、今回4231のトップ下、ここのみで使っていきます。ストライカーで置く場合もワントップというタイプよりはツートップの選手だと思います。ある程度ストライカーの場合は裏抜けできる選手が重宝される傾向にありますので、まあ、割とそのバペに対してサポートをして、まあ、バペのこぼれを狙ったり、まあ、バペの裏から飛び出すみたいな動き、後ろから飛び出すみたいな動きを期待するのがいいかなと思います。まあ、体をどうしても張れる選手ではないのでね、まあ、いろいろ見ていけたらなと思います。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がベン・イェゼルです。ドリブルに関しましては少し癖があります。比較的上体、上半身がこの選手の場合はまっすぐな傾向にありますので、例えばメッシとか見てると結構背中が曲がってるんですよ。ただこのイェゼルの場合背中がまっすぐなので、そこに対して、まあ、ドリブルが多少下半身と追いついてない感は若干感じるのですが、まあ、ここは許容範囲だと思います。ドリブルに関しましてはすごくいい選手ではあるので、まあ、多少慣れが必要だなと思っております。でまず決定力からお話ししていきましょう。決定力に関しましては本当に素晴らしいです。この選手よりシュートが上手い選手はまあ現時点ではいはいないかなと思いますね。もちろんハラーとか、スタッツ上はいい選手はいますが、この選手以上にこれ以上上に行くことはないだろうっていうぐらいのシュート能力は見せてくれる選手なのかなと思います。ここはね、まあ、少し押しすぎましたかね。ただ本当にシュートに関しましては逆足もそうですし、まあ、やはりボックス内に入った時のボールが転がってきたらもうこの選手なら間違いないなと思える選手ですね。で、ドリブルが、まあ、今のシーンですね、本当にこの選手の生かし方だと思うんですよ。で割とカウンターメインでやる方であれば合わないと思います。ただしまあ、どういうふうに攻撃を組み立てていくかっていう話をしたときに、いかに丁寧に攻められるかだと僕は思っていて、まあ、丁寧に攻める方が
は相手からしたら嫌だなと思いますし、まあそれが上手い人のやり方だと僕は思うので、って言った時にこのイェデルがトップ下にいることによって、まあ安定もパスも出せますし、本当にゲームを作れる選手でありながら、まあ決定的な仕事もできる選手なので、まあこのイェデルをうまく使いこなせれば、僕は必然的に FIFA は上手くなるなと思える選手の一人なのかなと思います。逆にこのイェデルがあまり合わないですっていう方であれば、まあもう少し攻撃のスタイルを遅攻にしてみたり、ポゼッション思考っていうのを持ってみてもいいのではないかなと思います。それぐらい今の環境にとってこのイェデルっていうのは、まあ、割と今年で一番合ってるんじゃないかなと思うぐらい合ってるかなと思いました。で、今のパス精度ですね、パスも素晴らしいです。で、動き方に関しましてはもう本当に AI は素晴らしい選手です。まあ、バペがサイドにずれたら自分自身がストライカーになれるような動きを見せてくれますし、で、それこそ中盤が、少しビルドアップに苦労しているシーンがあれば若干下がってくるような動きもしてくれますし、もう本当にその場その場で適切に動いてくれる選手だなと思います。今のドリブルとかも止められないですね。多分どんだけ相手が上手くても相手のドリブルを完全に読み切らない限り止められないと思います。今のシーンとかで、ここら辺もそうですね、まあ、いい位置でボールを受けてますよね。バペが後ろに下がっている分、まあ、イェデルが前に、上がっているという形になります。で、この決定力ですね、もうここら辺でシュートを打たせたらもう100発100中で入るっていうぐらい安定感はありました。で、この選手にじゃあ欠点はないのかなっていう話をしますと、こういうシーンですね。こういうシーンで味方を使って展開することはできるのですが、例えば今のシーン、エンバペであればバレッラを使わずに自分自身で行くという選択肢が僕はあったと思うんですよ。ただどうしてもスペースがあってカウンターに行くとなった時に、このイェデルっていうのはエンバペとは違うので、必ずしもそのカウンターに適切な選手ではないのかなと思います。だからこそ僕自身は、まあ、ストライカーとしてもワントップというよりはトップ下ないし、まあ、セカンドトップのような役割を任せる方が合ってるかなと思います。まあ、その走るっていう部分ですね、スピード感ですね、決して遅いわけではないんですけど、そこが若干物足りないなとは思います。で、ここは最後メイネルこの位置で持って、もうこのパスですね、まあ、こういう風にエンバペって一人で持っていけるんですよ。この能力ですよね、ここが違いだと思います。では最後ベン・エデルまとめていきます。本当に素晴らしいカードだなというのが第一の感想でございます。やはりこの選手が FIFA で愛され続けているような理由っていうのが毎回使うたびに感じ取れるカードかなと思いました。で、なおかつ作成コストに関しましても31万コインっていうのは高くないと思います。現行のイェデルのセンチュリオンズのカードが33万4万コインでありますので、まあ今本当にアップグレー系の SBC であったり素材を目標でくれたりするので、で言うとなんか30万コインっていうのは難しくない SBC ですし、いい価格だと思います。ただし、一つ言えるのは、わざわざ作らなくてもいいなと思うのが、このイェデルが9万コインなんですよね。で、実際に能力的にどれぐらい変わるかというと、そこまで大きくは変わらないんですよ。全体的に1は上がっていて、パス能力はおまけとして見てもらって、割と、まあ、シュート、ペース、ドリブルが1上がっているだけなので、正直使ってて違いを分かる人はあまりいないと思います。自分も多分使って違いを明確には絶対説明できないなと思います。そのイェデルが9万コインでいるので、わざわざこのカードを31万コインで作らなくてもいいのかなとは思ってしまいます。まあいいカードで30万コインという作成コストは間違いなく見合うんですが、このイェデルが安すぎるっていうのも一つ要因なのかなと思います。で、今回ハンターつけていきましたが、ケミストリーはもうハンター一択かなと思います。マークスマンつけて加速タイプを変えることは可能ですが、
基本的にあのドリブルはもともといい選手ですし、あまりスピード勝負を仕掛けるっていうイメージは持たない方がいい選手なので、むしろハンターが一番合ってるかなと思います。 AI も優秀ですし、シュート能力は異次元です。でなおかつもう何でもできますし、試合も作れますし、パスもうまいですし、本当にいいストライカー、いいトップ下になれる選手なのかなと思いますので、ぜひ気になっている方は、まあ、作ってみるか使ってみるかご検討くださいませ、という感じで終えていきます。やはりベンエデル安定してますね。で、今週 SBC あまり来ておりません。ちょっとトーレスやってないんですが、トーレスは僕のイメージは今年まで使ってないんですけど、ファンカードです。なのであまりおすすめはしないですね。現状トーレスってダイナミックイメージ付きのカードが来ていないので、どこかのタイミングで強いトーレスが出てくるのかなと思っております。まあ作成コストと値段に対して比例っていうのは悪くはないので、どうしてもトーレスがめちゃくちゃ好きですっていう方であれば作ってはいいと思いますが、なんでしょう、イエデルの方が値段は安いんですが強いっていう方の方が多いかなとは思います。でスピナッツォーラはレビューして、ディアビーはスピナッツォーラでお話ししましたが、まあ、あさってのレバークーゼンの試合が終わってから作れるので、まあ、作るとしたら終わってからでいいのかなと思います。という感じで、ちょっと RTTF? ディアビーしか SBC 来てないので、あと2人ぐらい見たいですけどね、ちょっと今週イベントで、なぜこのディアビー1人なんだっていう風に思いますけどね、あとブライス・メンデスが来てましたけど、ブライス・メンデスも、そんなに強くないんですよ。ソシエダの久保の同僚の目標で16試合やると、今からだともう間に合わないかもしれないんですけど、もらえるカードで、ちょっと能力値が微妙なんですよね。もう少し強くしてもよかったんじゃないかなと思います。まあソシエダ今年かなり調子はいいので、だいぶ期待はできると思うので。あとブルーノフェルなんですね、本当に似てますよねこの選手っていう感じで、何か質問等あればお待ちしております。ではまた。